今日は久しぶりに家にじいちゃんが来てるぜ。じいちゃんと遊ぶのめちゃくちゃ楽しいな。おい、うな重、今からお前の家に行っていいか？今度の映画のことで少し話したいことがあるんだ。まあ少しならいいぜ。おい、コナンが玄関に行った瞬間、じいちゃんが黒くなったぞ。親知らずが生えてきたから抜かないといけないらしい。マジかよ、下抜いてくるぜ。普段から麻酔銃を打たれてるせいで治療の時に麻酔が効かなくてマジで痛かったぜ。俺を縛るって言ったのに、なんで灰原まで自分を縛ってるんだよ。仕方ないじゃない、両方ド M なんだから。コナン君の今日の推理もさすがだったわ。まさかあのトリックを見破るなんて。簡単なことだよ。前に金田一少年の事件簿で同じようなトリックを見たからね。何度もあかんって断ってるのにしつこく。青空レストランの時間を削って名探偵コナン1時間スペシャルを放送してもよろしいでしょうかって言ってくるから OK してやりましたわ。本当にありがとうございました。またお願いするかもしれませんが、その時はよろしくお願いしますバーロー。なんでこのうな重野郎口にガムテープなんかしてんだ。とんだド M だなバーロー。ちげえよ、酔って吐きそうって博士に伝えたらこうされたんだよ。やっぱり休日はピンポンダッシュに限るね。ストレス解消にうってつけだバーロー。わかります、あのトリルがたまりませんよね。くそ、ピンポン押す瞬間に見つかっちまった。警察に通報されただりし、少し早いけどこいつを来週分の遺体にしちまうか。あら博士、ちょっとお願いがあるのですが。なんじゃね水彦くん。決してやましい気持ちはないのですが、灰原さんの等身大のフィギュアを作っていただけませんか。わしも決してやましい気持ちはないんじゃが、ちょうど作ろうと思ってたんじゃよ。持ち歩いてます。おい、また何のやつ壁に穴開けやがって。切れるとすぐに角で穴開けるんだからよ。まったく困っちまうぜ。さっきから工藤くんがお前怪盗キットの変装だろって体を触ってくるんだけど、これってセクハラですか。悪かったって、いつも履いてるピンクのパンツ履いてなかったから妙だと思ったんだよ。なんで私のパンツ知ってるの。もう衣替えの季節なのになんで俺たち長袖着てるんだ。暑くて倒れそうなんだが、今日はこの時期にぴったり簡単に作れるめっちゃうま冷やし中華をご紹介。材料や作り方はリプラをチェックだ。最近兄貴が「おっしゃバズってる」ってスマホ見ながらボソボソつぶやいてるんですが、何かあったんですかね。来週の撮影で使う死体、火の打ちどころがない素晴らしい死体だな。思わず拍手しちまったぜバーロー。いや、あの死体は国宝級や。俺なんか涙が出てもうたわ。悪いな光彦、レギュラーメンバーとはいえ最近鼻につくような言動が多いから埋めさせてもらうぜ。朝からコナンのやつが最近光彦うぜえから死体にして埋めてやったわ。お前らも俺に逆らうんじゃねえぞって自慢げに話してくるんだが、あーうな重食いてー。兄貴が暑さで倒れてる人に救急車が来るまで水を汲んで飲ませてあげてる。かっけー、そこにしびれる、憧れる。人として当然のことをしたまでだ。褒められるようなことじゃない。さすがじいさん、もう白の組織に改名した方がいいですよ。なにコナンくん、いきなりゾウの下着の写真送ってなんて。頼むよ蘭姉ちゃん。赤い周一、なんで蘭姉ちゃんなんて言ってるんだ。はっはっ、これで明日から米花町に平和が訪れるはずだ。いやー、実は今までの記事の中で3回ぐらい僕が犯人だったんですが、意外とバレないもんですね。まずい、普通にアポトキシン4発6級の解毒剤ができてしまった。これを新一に飲ませたらアニメが終わってしまうし、なかったことにするかの。今日の事件も疲れたぜ。まあ俺にかかればお茶の子再生だけどな。おい嘘だろ、目の前の建物が爆発しやがった。まさかこのまま映画の撮影か。そんなの聞いてないぜバーロー。昨日グループ LINE で監督から説明あったじゃないですか。あ、コナン君呼ばれてないんでしたっけ。いや、そもそも LINE 見ねえし。聞いてる聞いてる、オタク君顔真っ赤に草。じゃんけんで負けてこの汚いおっさんの人工呼吸をすることになった。マジかよ。試しに灰原愛で検索してたら、ちょっと何これ、私と工藤君のエッチなイラストが出てきたんだけど、それに私と光彦君のエッチなイラストまで。なんでこんなものが書かれてるわけ。なんでこんなものが書かれてるかって、そんなの需要あるからに決まってんだろバーロー。ふう、やっぱり禁煙中のタバコは格が違うな。うますぎる。コナン君、僕たちに正体バレてるのも知らず隠すのに必死ですね。今日なんて工藤新一とコナンって好きな食べ物同じだよなって言ったら顔真っ青にして焦ってやがったぜ。あかん、笑い止まらん。服部たちに「ヘンチ兄ちゃんってカズハ兄ちゃんのおっぱい揉んだことあるの？」って聞くの楽しすぎる。あの気まずい空気がたまんね。お前マジで釣りやったら殺すで。博士に作ってもらったピストル型の拳銃、これでコナン君をやれば。すみませんね、コナン君。これで今度から名探偵光彦君が始めることになりますね。